の家紋が竹にスズメであったことと、羽を踊る姿が餌をついばむスズメに似ていたことから、スズメ踊りと名付けられました。現在では仙台で様々なマズラが作られ、仙台各地の祭りやイベントで演舞されています。ただいまご披露いたしましたのは、今回のために用意しました舞台とスズメ踊りの基本である東二番町大流しです。いかがでしたでしょうか。次はお囃子の演奏に合わせて即興で踊る浮かれ囃子と、もう一度舞台をご披露いたします。最後までどうぞお楽しみください。それではどうぞ。
場の皆様ありがとうございました。どうぞ皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。可愛い子スズメたちの前はいかがでしたでしょうか。